今の時期って本当にね、寂しくなっちゃうよね。種まきするには少し早いし、収穫するものがすごく少ないし、これはね、レモンじゃなくてね、柚子なんですね。先日ね、袋にたくさん入ってるやつ買ってきて、すごく美味しかったんですけど、で、お風呂にもね、入れたりしました。これをね、種から育ててみようかなと思います。使う土は、この種まき専用、こちらの土と、あとね、赤玉をね、少し混ぜてやりたいと思います。今ね、これ種まき用の梅土を入れたんですけど、ここにね、赤玉も足していきます。種まきでね、使う土は肥料が入ってない方がいいということなので、こちらの専用のね、梅土を使います。柚子は柑橘系になるのでね、レモンと同じような感じかなと思うんだけど、うちにいるレモンもね、種からね、育ててやってみたんですけど、まだ自分が育てたやつは実がついたことがないので、成功か失敗かはわからないんですけどね。こんなようなね、ビニールのポットに入れていきます。ベランダだとね、やっぱり土落とすわけにいかないのでね、こんな感じで4つのね、ポットに土が入りました。で、ここに種を植えていくんですけど、ここの部分はね、種沈んでるんですよね。こうやって見るとわかるかな。沈んでる種と浮いてる種とあるんですよね。なんとなくなんですけど、私はね、この沈んだ種使ってやっていきたいと思います。柚子のね、植える時期ってもう過ぎちゃってるみたいなんですよ。あと9月から12月に植えるようなんですね、本当は種まきって。だけどしょうがないね、今思い立ったからね。よし、こんな感じでね、2粒ずつ植えていきたいと思います。これでね、芽が出るのがいつぐらいになるのかな。多分ちょっとやそっとじゃ出ないと思います。気長にやっていきます。じゃあ、お水をくれていきます。下までね、ちゃんと水が通りました。じゃあ、このままね、あったかいところへね、移動して育てていこうと思います。